広島の街にも J リーグが戻ってきました。サッカーを愛する多くの方々が待ちに待った瞬間です。2020明治安田生命 J1 リーグ第3節サンフレッチェ広島対大分トリニータの一戦、エディオンスタジアム広島からお送りします。メッセージが一つになりまして、西武広島の文字が浮かび上がっています。さあではサンフレッチェ広島予想フォーメーションでスターティングメンバー見ていきます。システム変わらず 3-4-2-1 のシステム。キーパーが大迫、3バック左から佐々木、荒木、野上、ダブルボランチが青山、川辺、左に浅野雄也が入っています。右にハイネル、ツーシャドウが森島、ビエイラ、ワントップペレイラと入っています。柏が怪我で離脱、穴を埋めるのは浅野雄也、期待ですね。はい、期待します。早い段階からメンバーを固めて戦った広島です。連勝中の広島です。さあ続いて大分のスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧いただきます。 3-4-2-1 のシステム。キーパーが高木、3バック左から三沢、鈴木、右が岩田、ダブルボランチに小林、長谷川、左に田中達也、右に井上、シャドウに渡り、町田、ワントップ伊佐と予想しました。まあ、メンバー3人入れ替えてきましたね。まあ、少し入れ替えてきましたけど、まあ、田中のポジションも、前節はシャドウでしたけど、今日はおそらくウィングバックで来るだろうなと、はいはい、思います。さあ奪った、ペレイラナイスタッチ、ボックス内入った、ペレイラ、ペレイラのシュート、やはり決めるのはこの男ペレイラ、なんと3戦連発です。まあ非常にこう決定力ありますし、まあこの広島の狙いとしていた、まあ、ショートカウンターですけど、非常にねこうチームとしてゴールの狙いどころといいますか、奪いどころをしっかりと逃さずに、まあ、ビエイラがしっかりとボールを奪ってから始まりましたけど、まあ、この最後のフィニッシュですよね。さあ誰に合わせるか、コーナーキック、真ん中に入ったボール、ダイレクトに狙っていく、ナイスキーパー大迫、井上のシュートです。まあ、うまくねバウンドに合わせましたよね。野上サポートを待ちます。イエラが引き出す、中間ポジションを受けた、反転、ペレイラターゲット、川辺のさばき、森島です。中には2枚のターゲット、森島のシュート、ミドルシュート、わずかに枠の外、森島、まあ少しね、ミドルゾーンで空きましたからね。ペレイラからハイネル、ハイネルのふわりとしたクロス、東セル、藤井だ、さあ藤井、中に行った、藤井落とした、青山作って、佐々木、佐々木のクロス、ハイネルだ、ハイネルのボレー、クロスバー、完璧に捉えたボールはクロスバー、パーで待っていたハイネル、まあ、左からね右とかなりねこう左右に揺さぶった中で、最後ハイネルがねフィニッシュまで持ってきましたけど、ここで大分ベンチが動きます。入るのが27番の三平、31番の高澤が入りました。さあ間もなく85分です。追いかける大分、中に入れた、高澤狙ったボール、高澤流し込まれたボール、バックヘッド、高澤交代出場、高澤雄也が決めました。追いついた大分、土壇場での同点ゴール、三沢ですかね。まあ、三沢がボールを持った瞬間ですけど、まあ、高澤もね非常に背後へのいい動き出しから、まあ、ゴールはねおそらく最後見えてなかったと思いますけど、感覚でね、知念を狙う、知念、知念落とした、三平、三平のボレー、岩田のシュートではなくクロスを選択、うん、高澤ナイスキーパー大迫、決定機でした。いやー崩した大分、そうですね、1枚返ってきて2枚
内で小出も含めてペレイラを見ます。長谷川ゴールへ向かう、ゴール、いいボールでしたね、ゴールへ向かういいボール。さあスペースがあるが小林蓋をした、おビッグチャンス、ミサオ、香川の低いボール、1年スルーして三井だ、劇的逆転劇、仕留めた三平、左からのクロス流し込みました、大分逆転です。まあ、大迫のスローイングをしっかりとインターセプトしてから始まりましたけど、まあ見事でしたね。まあここでね一つ、まあ、ミスが起こりましたけど、まあ、この後ねしっかりとボールつないで最後ね、まあ、三平ねディフェンスの後ろにいましたけどね、荒木、茶島、川辺のクロス高いとこ、佐々木翔、スローイン、あーっとここで試合終了の笛です。先制は広島、耐えて耐えて耐えた先にあった勝ち点3、奪ったのは大分トリニータです。見事な逆転勝利、交代出場の2人が決めました、高澤、三平、1対2です。